北アメリカ東海岸の襲撃は、ジョージオ戦争中の1745年7月19日から9月5日にかけて行われたニューイングランドへの襲撃である。1745年のルイブールの戦いの3週間後に、アカディアの安倍なき連邦所属が、アカディアとニューイングランドの境界であるケネベック、川下流のイングランド人入植地に報復として攻撃を仕掛けたもので、 現在のメイン州のベウィックとトマストンに2ヶ月で11回の襲撃がなされ、海岸に沿ったすべての集落が攻撃を受けた。このうち最も重要な集落はカスコやポートランドともであった。アカディア総督、ウィリアム・シャーリー1744年のアナポリス・ロイヤルへの2度の攻撃の後、アカディア総督のウィリアム・シャーリーは10月20日にこの戦いでフランス側についたペノブスコビー。 ミクマク、マリシートの所属に、寛大な措置を与えた。しかし、翌1745年の8月23日、シャーリーはやはりワベナキ連邦であるペノブスコット族とケネベック族に戦戦復告した。同年6月に終わったルイブールの戦いへの報復として、ペノブスコット族とケネベック族が、ニューイングランドとの国境を攻撃したためだった。この襲撃に対してニューイングランドは、 アカディア国境に沿って築かれた砦の中屯隊で応戦し、前線部隊450人に防衛を命じた。攻撃が始まって以来、175人が新たに加わって、中屯兵たちはその数を増していた。マサチューセッツ湾直轄植民地は、アカディアとの国境に沿って砦を築いていった、ブランズウィックにジョージ取を築き、トマストンにはセントジョージ取を築き、 リッチモンドには、リッチモンドトリデを築いた。また、ペマキドにも、フレデリックトリデができた。ニューイングランドのアベナキ同盟東部の所属1745年の7月19日に、ノバスコシアで、襲撃作戦が開始され、ノバスコシアからのミクマク族、マリシート族とサンフランソワから来たインディアンたちとが、セントジョージとニューカッスルを攻撃して、多くの家や建物に火をつけ、牛を殺し、 一人の住民を捕虜とした。サコでは住民を一人殺害した。時を同じくして、ペノブスコット族とのリジウォック族は、ペマキドのフレデリックトリデを攻撃した。ここで、女が一人捕虜となったが、叫び声に中東隊が気づき、彼女は逃亡した。同月、彼らはトップシャムで少年をニューメドーズで男性を一人殺した。また、ワベナキ連邦の兵士三十人が、 ノースヤーマスを襲撃した際に男を一人殺している。フライングポイントではある家族の三人を殺し、その家の娘を捕虜としてカナダへ連れ去った。この時の襲撃では他に男を一人殺し、一人が逃げている間にも一人を捕虜とした。インディアンたちはその後再びトマストンのセントジョージトリデを襲って数人を殺したほか三人を捕虜とした。 この砦の近くでも女性が二人捕まり、一人は逃げたが、一人は捕虜となってカナダに連れ去られた。スカボローでも男が一人殺され、シープスコットでは二人が殺されて一人が負傷した。9月5日に、バベナキ連邦の所属は三度目のトマストン襲撃を行い、二人を殺して逃避を剥いだ。この一連の襲撃への報復として、シャーリーはその冬、 翌年春の和べなき連邦の作戦を見越して、より多くの部隊と弾薬等メインとアカディアの国境に派遣した。そして、和べなき連邦からの襲撃は1746年には9回、1747年には12回、起こった。ありがとうございます。